待たせしました、ごめんなさい。動いてる？溜まってた？ごめんね。動いた？あ、時が止まってました。そう、時を止めました魔法使いなので確認できました。ごめんなさい、お待たせしました。それでは再開して平気かな OK、 はい。それではちょっと69位から、ごめんね、69位からいきます。69位あんたろさん、ありがとうございます。68位エッグさん、ごめんね、ありがとうございます。はい、67位ワクワクアットあんこさん、ありがとうございます。66位ワイプさん、ありがとうございます。65位ルマドイサイシさん、ありがとうございます。64位シーサイドマルさん、ありがとうございます。63位コジムーンさん、ありがとうございます。62位ダイナマイトキッドさん、ありがとうございます。ねえねえ待って、また切れてるよ。ちょっと待って、切れてるところをちょっと確認するので、ねえ愛ちゃんしっかりしてよね。確認中です。うん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 、ここだけだ。ちょっと魔法を使いますね魔法を使います。ピロリロリン、パン。お待たせしました、2回目は早かったと学習した、学習してないからこうなるんですけど、お待たせしました。え、止まってた？止まってない？もしかして、ん止まって、あ、みんなも止まってたみたいな。あ、なるほど、優しい、ありがとう。お待たせしました、一瞬だった、やっぱ魔法だから。それでは再開させていただきます。ごめんなさい、ごめん。はい、いきます。また62位の方からいきます。62位ダイナマイトキッドさん、ありがとうございます。61位アレマさん、ありがとうございます。お待たせしました。そして60位プチフリさん、ありがとうございます。59位シーズンさん、ありがとうございます。58位みかんちゃん、ありがとうございます。57位あるさん、ありがとうございます。56位佐藤いつきちゃん、ありがとうございます。55位わさっぴさん、ありがとうございます。54位かわさん、ありがとうございます。53位アルティスさん、ありがとうございます。52位ヒロポン、ありがとうございます。51位ロボリン、ありがとうございます。ありがとう。51位の皆さんのお名前を呼ばせていただきました。魔法を使ってごめんなさい
本当にごめんね。ありがとう。ありがとう。みんなありがとうね。うん、まほまにありがとう。さあ、さてここまでは100位から51位の皆様までお名前をお呼びしました。そして50位からはお名前を書かせていただいて、そうさっきみんなの名前をねこう見ながらありがとうなって思いながら、アナウンサーみたいだった。お天気お姉さん目指してますお天気お姉さん目指してます。絶対無理やろ、滑舌悪いもんね。はい、悪くないよ。いや、お天気お姉さんは本当にいいなって思ってるけど、多分あれだよ、あれです、滑舌が悪いですありがとう。それでは時間も過ぎていくので、50位から40位の方をお名前呼びながらとスクショ撮ってもらいたいと思いますなんでこんなに笑ってるかっていうと、ちょっと星を描いたんだけどあんまり見えないなっていう、ちょっと見てほしい。ここだけ見て、これ見える？あ、意外と見えるじゃん。どう？あ、わかる？え、嬉しい、よかった。じゃあ50位からちょっと40位って書いてあるんですけど、41位までですはい、じゃあさ一旦読むね。一旦読みます。いきます。50位、ゆかるんるんさんありがとうございます。49位コマさんありがとうございます。48位ルイさんありがとうございます。47位ヤマトさんありがとうございます。46位ショウさんありがとうございます。45位聖護納豆さんありがとうございます。44位横山焼きそばありがとうございます。43位えだしさんありがとうございます。42位ふみくんありがとうございます。41位あきさんありがとうございます。名前はこちらです。ちょっと大きいかな。スクショ撮ってください、撮ってくださいっていうか撮りたかったらぜひ。見える？はい、いけた？はいはい、大丈夫。あ、オッケーということで、ありがとうございます。それでは40位から31位の皆様、まずはお名前を読ませていただきます。いきます。40位雄大さんありがとうございます。39位すぬさんありがとうございます。38位タカティさんありがとうございます。37位謎のアイリスさんありがとうございます。36位さかなさんありがとうございます。35位スマイルひがちゃんありがとうございます。34位ベルベットさんありがとうございます。33位あやちゃむありがとうございます。32位両足筋肉痛さんありがとうございます。31位アイリスマサさんありがとうございます。ありがとう。それではこんな感じです。ちょっと見えなかったとかあったらちょっと言ってくださいね。
ありがとう。じゃあ、あと3秒でいきます。3、うん、うん、OK。 ありがとうございます。パチパチ、ありがとう。ここまで40位から31位の皆様のお名前を呼んでいきましたが、続いて30位から23位の皆様の、めっちゃみんな字褒めてくれるやん、優しい、見やすい、大丈夫、これだけとかいる、大丈夫そう、文字だけ欲しいみたいな、いや、いらないね、はい、いらないね。30位から23位の皆様を読ませていただきます。いきます。あ、そうだ、30位からはあの一言っていうか、あのコメントがあります。はい、30位ドン台湾さん、一緒に対戦できてすごく楽しかったです、ありがとうございます。続いて28位、よしのりすさん、ありがとうございます。あの5回会えたっていうねコメントを X に書いてくれてて、数えてくれて嬉しいなって思いました、ありがとうございます。なんか偶数になってた。29位いきます。29位、ゆうくまさん、ありがとうございます。たくさん会えてスタンプとか送ってくれて嬉しかったです、ありがとう。29位で、28位が吉野リスさんです、ありがとうございます。20、うん、こう書いたのはなぜなんだろうか、私不思議ですね、自分がよくわからないですね。はい、27位、いきます。27位、シドさん、ありがとうございます。ドボンの、私のドボンの先生ということで、たくさんアドバイスくれてありがとうございました、ありがとうございました。26位、愛理の星は一番星さん、ありがとうございます。あのね、名前をね一緒にね考えて一番星にしようって、ね、考えてくれたのがすごい楽しかったです、ありがとう。そして26位、キノさん、ありがとうございます。あのね、ハピネスの称号をねつけてくれてて、たくさん会えたし、これからもハッピーになろうねって書いてますハッピーになろうね、ありがとう。24位、みなちゃん、ありがとう。たくさんねサイリウムをねふねふいてフリフリってしてくれたりとか、なんかシュタンプいっぱいね押してくれて、嬉しそうなのが伝わってきて、すごい私も嬉しくてシュタンプいっぱい返しちゃいました、ありがとう。そして23位、ひなちゃん、ありがとうございます。これはもうね一言に尽きるということで、アイリープロミスでこれからも一緒に頑張っていきましょう、ありがとう、ありがとうございます。続いて30位か23位の皆様、それでは写真に写りたいと思います。ジトさん、ちっちゃくない、大丈夫そう、見えないかなと思ってスケッチブックに書いたのに、こんなにちっちゃいとは思わなかったよ。見えるかしら、3、2、1ちょっと字が見えなさそうなので、なんかこれだけこんな感じ、あんま変わんないかあんま変わんなかったです、シュン、こんな感じで行かせていきたい、いただきたいと思います。はい、続いては22位から17位のイーナ
ラッキーいいなの皆様じゃない17人まで発表させていただきます。22位、アイギスさん。たくさんね、ドボン初めてだったと思うんですけど、たくさん頑張ってくれてありがとうございます。ちょっと翻訳で韓国語で書いたんだけど、ちょっと今なんて書いたか忘れちゃって、多分応援ありがとうって感じです。こんばんは、ありがとう。21位、カイカイさん、ありがとうございます。お話し会の後に会ったんですよ。覚えてるか知らないけど、わかんないけど、私的にはそれがカイカイさんとのドボンの期間の中ではハイライトです。覚えてるかなありがとう。20位、ササポン、ありがとうございます。これさ、なんて読むんだろう。傑作の傑だから、実傑だ、わかったぞ。そう、ササポンはね、実傑の称号をね持ってくれてて、いつもねドボンやってくれてるんだなって。十傑の称号をね持ってくれてて、本当にいつもやってくれてありがとうって思いました。ありがとう、ビッグラブです、ありがとうございます。19位、赤花のソルティさん。お、今めっちゃ発音良くなかったやばい。ソルティさん、ありがとうございます。いつもね、時間合わせの本当にラストの時間、めちゃめちゃなんか本当になんか最後12時の手前くらいに毎回いつも会えるのがなんかすごい嬉しかったです。なんでかわかんないけどね、多分タイミングが合うんでしょうね。そこでたくさん会えて嬉しかったです、ありがとうございます。18位、パブちゃん。本当に握手会とか話し会で、ね、なんかいつもはふざけてるけどお互いめっちゃふざけてるけど、こういう時だけはちゃんと優しくね支えてくれたりとかして、言葉に励まされました、ありがとうございます。そしていいな、17位の秋竹城さん、ありがとうございます。これはですね、ハートをね、なんでつけてくれないんだっていうお話でしたので、今日はたくさん書いておきました。この後のね、このコメントを見てくれればわかると思うんですけど、やっぱハート大量生産ということでいっぱい書いといたので、スクショして拡大してみてください。3つじゃないよ、ちょっと楽しみにしててください。ありがとうございます。ではこちらです。ジョン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 、見えるかな。見える？見えなかったら言ってください。3、2、オッケー。あいちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ただいま22位から17位の方まで呼ばせていただきました。続いては16位から11位の皆様いきます。16位、マホームズさん、ありがとうございます。たくさんねプレイしてくれてたりとか、野生で会うことがなんか多くてすごい楽しかったし、ドボンねいつも頑張ってくれてて、ちゃんと見てるので嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。残念ながら誤字がない、そりゃもう感謝の配信だから、間違えたらビリってちゃんと破いてるんです。メールは何回読み返してもちょっと分かんないんですよね、誤字はないです、いくら探してもないですはい、それでは15位、おぎちゃん。さっきも言ったね
おぎちゃんとのね対戦はなんかほぼ負けた気がするんですよ。私の気のせいかな。でもね8回とか結構当たって、握手会とかでも一緒に頑張ろうって言ってくれたりとか、私も慣れないことばかりだったんだけど一緒にやってくれて、あ、いた、ありがとうでした、おめでとうでした、ありがとうでした、本当に感謝です、ありがとう。はい、それでは14位、ひろあきさん、ありがとうございます。去年は私もね、なんと無知だったというか何も分かんない状態でやっちゃってたんですけど、去年よりもお互いねドボン上手になったねって思ったんだよね。上手になったっていうか、ちゃんと知ってひろあきさんもたくさんやってくれて、私も一緒に力を合わせてできたのがすごい嬉しかったです、ありがとうございます。はい、それでは13位、福岡のくまちゃん、ありがとう。くまちゃんは時間合わせをめっちゃ楽しんでくれてて、なんか23時がすごい楽しみだったって言ってくれてたりとか、全然ね最初の方は会えなかったんだけど後半とか結構会えたりとかね、すごい私も会えたりとかするとあーって思ったりとかしてすごい楽しかったです、ありがとうございます。いるかな、ありがとう。続いては12位、ナックさん、ありがとうございます。忙しい中ありがとうってたくさん言ってくれたりとか、時間作ってくれてありがとうねってなんかたくさんね言ってくれて、だけどこちらこそありがとうって本当に心から思うの。なんかそうやって優しい言葉言ってくれるからこそ自分も私も持ってるんだよっていうことを本当にね伝わればいいなって思います、ありがとうございます。いました、いた、ありがとう。続いては11位、シュガーさん、ありがとうございます。シュガーさんとは私のカードで当たったことがないんですけど多分他のメンバーさんのカードで当たったことがあって、そうでも本当に強くて、でもいつも私のカードでもやってくれて本当に嬉しいですし、対戦できた時はちょっと負けちゃった気がするんですけど、本当なんで強い、そんなに強いのかちょっと教えてほしいです、本当に。でも本当に私のカード使ってくれてありがとうございます、これからもよろしくね、ありがとう。ね、すごいよね、有名なの、有名なんだ、知らなかった。でも本当にああここまでは16位から11位の皆様ありがとうございます。こちらです、じゃーん、見えますか、これ大丈夫そう、見える私のほっぺだけ出演してこんな感じです、ありがとうございます。続いては10位から7位は私なので、10位、9位、8位、6位の皆さんのお呼びしていきたいと思います。それでは言いますよ、トップ10です、トップ10 ありがとうございます。10位、おせなちゃん、ありがとうございます。おせなちゃんはたくさんね、本当にたくさんあって、なんかスマイル天使部っていうのを作ってるんだけど、なんか全然集合できなくて、なんでかな、なんででしょうね、全然会えなくて、でもねたくさんスタンプとか送り合ったりとかね、ドロー2ドロー3とか、まあ、遠慮なく送らせていただきまして、お互いね本気で戦って、でも本当にたくさん支えてくれてるんだなっていうのが分かったから、
本当にありがとうって伝えたいです。ありがとう、パチパチ、ホマにありがとうって書いてある。ホマにありがとう。そして9位はマー君、ありがとうございます。マー君、マー君は本当にね、最近ね全然お会いできてなかったんですけど、ドボンでね生存確認ができて本当に本当に嬉しかった。あ、いた、マー君そう、本当になんかこんな私にも力を貸してくれて本当に嬉しかったですし、ね、またまたお話とかできたら嬉しいなって思います生存確認でした、本当にめっちゃ嬉しかった。だから生きてますか？あ、よかったです、生きててくれればそれでいいです。はい、生存確認のドボンでしたありがとう、楽しかったよ、ありがとね。はい、10位と9位と8位と6位は表彰台にね登っていただいてるので、ちょっと見てほしいこんな感じで表彰台に登らせてるのでちょっと見てほしい天使ちゃんが見てください。ありがとうございます。続いては8位から、8位からっていうか8位と6位の皆様をお呼びしたいと思います。それでは8位、うさぎみかんちゃん、ありがとうございます。ありがとう。はい、みうみちゃん、うさぎみかんちゃん、うみちゃんでいい、うみちゃんは時間合わせもたくさん会えたりとか、なんかふわふわの可愛い称号、夢可愛い称号の多分ロマンスかな、愛ちゃんロマンス、愛ちゃんのロマンスをなんか夢可愛い称号って呼んでて、めっちゃ可愛いなってそれが思って、そう、あとちょっとでなるって言ってたから、そう、この期間中になれたし、パラダイスになったかな。でもたくさん会えて本当に嬉しかったし、夢かわいい称号ゲットできてよかったですね覚えてますよ、そりゃ覚えてるよ、ちゃんと。はい、ありがとうございます夢かわいい称号。はい、そして7位は、7位、コメントで7位読んであげてって優しいコメントがあったので、7位はあの夏の佐藤さんです。おめでとう。どこにいるのかわかんないんですけど、はい、ありがとうございます。ちょっとまとめはちゃんと後で言うんだけど、ちょっと表彰してあげてっていう優しいコメントがあったので褒め褒めいやいや、もう全然私褒める場合ではないんですけど、あの夏の佐藤さんにコメントですか。いや、ちょっとドボン返ししたいみたいな、よくコメント出してたと思うんですけど、全然できてないよって言いたいですね。1回くらいしかしてないですね。2回したかな。いや、ドボン返しかっこいい、かっこいいじゃないですか。だからそれをドボンのホームページじゃない、なんか一番最初のねトップページに出てくる、こういうやつにドボン返ししたみたいなやつを、ドボン返しした時にやろうって思ったんですけど、多分1回くらいしかしませんでした。2回したかな。ダブルドボンされたことはいっぱいありますよドボン返しの愛ちゃん、スクショしてくれたのありがとう、ありがとうございます。7位でした。7位の方は書いておりません。はい、それでは6位はマシちゃん、ありがとうございます。はい、マシオさんは
いますか。あのね、たくさんね、私のドボンのこと考えてくれたりとか、あのたくさんそのお話し会とかでも話して、あの考えてくれてるのがすごく伝わって、あの私も頑張ろうって思ったし、なんかちょっといるそうだから、すごいちゃんと伝わってるよっていうことを今回はお伝えしたいなって思いました。ありがとうございます。じゃーん。そう、実はこの天使ちゃんのお顔がちょっと違いますこのこっちも違う、これとこれはよくサイン、あのオンラインお話し会のサインに天使ちゃん書いたりするんですけど、あのね、顔のレパートリーがだんだん増えてきて嬉しい。そうだから、ちょっとサイン会当たった方は、あのもし天使ちゃんを私が書いた場合にはちょっと顔に注目してください。あとなんかこういうボードをよく持ってる天使ちゃんがいるので、ちょっと楽しみにしててねこんな感じです。じゃん。はい、ありがとうございます。じゃん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 。そしてここからは、あの5位から1位の皆様になるんですけど、5位から1位の皆様は、あのリクエストの曲を聴いていてですね、もし決まってなかったら全然いいんだけど、もう決まってるかな。トップ5、あの一旦コメントを読ませていただいて歌っていこうかなって思うので、それでは、いや、あのコメント言った時でいいよ、言う時は、言うやつは。はい、それでは5位いきたいと思います。5位、アイリスマサオさん、ありがとうございます。じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、じゃかじゃかじゃんじゃんじゃんありがとうございます。はい、あのね、マサオさんとはアイリス、あのスタンプ、あのスマイル天使のスタンプいっぱい押してたくさん対戦できて幸せ、めっちゃあのボボボボンって私も負けるかと思ってやったんですけど、あのすごいね、疑問というか質問なんですけど、なんでボスって呼んでるんですか、私のことなんでですか、なぜですか、本当にボスって呼ばれてるんですよ。あとなんか倒しってこの間聞いたんですけど、その噂があるんですけど、本当ですかっていう、ほんまですかっていう質問ですまあ今度答えをお聞かせくださいね。ありがとうございました、ドボン、本当にありがとうね。5位おめでとう、ありがとうって感じです。はい、5位のね表彰台もちゃんと書きまして、ほっぺたがちょっとピンクになってます。蜂の巣ダンスでいいですか、リクエスト曲は。初めて歌う、楽しみ、めっちゃ好きだから。さっきセブンティーンか蜂の巣って言ってたから、オッケー、蜂の巣で、蜂の巣ダンスでいきたいと思います。ありがとうございます、リクエスト、そしてドボンもありがとうございました。はい、あ、写真いきます。ボスっぽいポーズ
なんだろう、こうかな。はい、ありがとうございます。はい、それでは4位に行きたいと思います。それでは4位の方いきます。4位、リリーシャン、ありがとうございます。ありがとう。4位のリリーシャンはこちらです。こんな感じですね。はい、あのリリーシャンはあのね、ずっと前からねドボンの話してて、ドボンのイベントあったらこれやってほしいなとか、なんかそんな話もたくさんしてたりとか、去年のねこともあって今年はたくさん応援してくれて、あのカツを入れてくれて本当にありがとうございます。もう感謝の気持ちでいっぱいだし、あの去年も今年も本当にありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。たくさんのアドバイスありがとう、シャンです。ありがとう。カツ、はい、リリーシャンは何がいいですか。曲何がよろしいでしょうか。じゃあ今のうちに、あ、でもコメント書いてるのか。何でもいいやん、今じゃなくてもいいし、いや勝つっていうか、そのアドバイスをたくさんいただいたので、そう、わあ頑張んなきゃってね。お、手をつなぎながらグローリーデイズ大好き、初日インキリブスターの7連の順番で、え、どう、何がいい、何がいいかな。うわー全部いいね。悩みますね。え、ちょっとスクショタイムの時にちょっと悩んでいい。ありがとう。オッケー、でも候補は分かったからちょっと歌うときに決めよう。ありがとうございます。続いては 3位はいきます。3位、与田友さん、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。あのね、本当ずっとね変わらずドボンとかでもいろんなところでも応援してくれて、あの本当に力を貸してくれて感謝の気持ちでいっぱいです。そしてね、たくさんね対戦したり、なんかあのスマイル天使じゃなだけじゃなくて、いろんなスタンプをし合ったりとか、あのね、あの時間合わせの時とかもあったりとか、野生佐藤にもお会いした、野生与田友さんにもお会いしましたので、あのすごい楽しかったし、このドボン期間で最後まで支えてくれてありがとうございます。キャン、ありがとう。それではどんな曲がよろしいでしょうか。次スクショタイムしよあ、ラッキーセブン、僕のエール、光と影の日々、もしくはハロウィンナイト、おお、いいですね。あ、そう、ちょっと3位からはあのメダル、これは銅メダルなんですけど、なんかこのこの線はちょっとなんかあるじゃん、なんかメダルのさ、こうかけるやつで、
んかこういうのこんなあるじゃん、わかる？わかってくれる？わかんないけど、ここちょっと可愛いから描いてみました。ニラトマさん、リクエストありがとうございます。写真大丈夫そうかな、ちょっと順番逆にしちゃったから一回やっとく。ありがとうございます。こんな感じでございます。はい、それでは2位に行きたいと思います。蜂の巣ダンスはダムに入ってないです。マジかい。ちょっと後で相談しましょう。それでは2位、第2位、このね銀メダルです。水色で書いたんだけど銀メダルです。2位はザナトさん、ありがとうございます。あのね、本当に今回応援してもらえるって思ってなくて、すごいびっくりしたんだけど、とっても嬉しかったし、イベント中にねたくさんあの対戦一緒にしたりとか、ねできてすごい嬉しかったし、今回のイベントを通してたくさん仲良くなれて嬉しいです。このまま一緒にこれからも仲良くしていけたら嬉しいです。愛嬌最強、愛嬌最強、ありがとうございます。銀メダルこちらです。じゃん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 、ぴゃぴゃん。ジャナトさんはエリちゃんのファンの方なんですけど、今回力を貸していただきましてありがとうございます。もしかしたらいないかもしれない。届きますように。いるかな、いたら後でリクエストもしありましたら、ありがとうございます。そしてあ、いた、ザナトさん、ありがとう。もしリクエストがあったら教えてね。蜂の巣ないんだ。そうなんだ、ちょっと探してみる。ダムにはないけどジョイサウンドにはある的な。あるある。大丈夫でした。お、アイちゃんセレクトで、ありがとう。じゃあザナトさんはアイちゃんセレクトで行きたいと思います。ありがとうございます。第2位ありがとうございました。はい、多分ありそう。いけるわ。ありがとう。それでは第1位でいきたいと思います。第1位、ドゥ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 じゃん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 。1位はもえあいさん、ありがとうございます。いらっしゃいますか、もえさん、もえさん。はい、それでは読んでいきたいと思います。あ、いた、もえあい、ありがとう。それでは読んでいきたいと思います。もえあいさん、
いるね、いるね。じゃあ読むよ。はい、あのね、たくさん、あの本当にたくさんプレイしてくれて、あの一緒に会えたのはね何回かなんだけど、あのずっとこう見てて、あ、やっぱ頑張ってくれてるんだなっていうのをすごい感じたし、私ができないってなった時とかにちゃんとあの僕がやっとくねって言ってくれたりとか、握手会とかでは一緒に頑張ろうねって励まし合いながらやったりとか、本当に支えに、私の支えになりました。ありがとうございます。あのコンサート来られるかな、わかんないけど、あのもうあれは近いんだよね、席が。だからもう愛ちゃんから一回も目を離さずにずっと見ててくださーい。コンサート楽しみましょう。本当に1位、ありがとうございます。たくさんの時間とたくさんの愛をありがとうございます。大好きやでー、もう愛にー、キュンキュン、書きました、もう愛にー、熱。1位はちょっと天使ちゃんがとてもなんか特大になっちゃったんですけど、ちょっといい感じの金メダル、金メダル天使ちゃん書いたから、これちょっと撮ってほしい。結構これうまく書けたね、全部ね。今日めっちゃ天使ちゃんの調子よくて、こんな感じです。はい、チーズ、はい、チーズ、はい、チーズ、はい、チーズ。わーわー、ありがとうございました。わー、なんと目標にしていた1時間くらいで皆さんに感謝を伝えるというのがいい感じに、ありがとうございました。パチパチパチ。本当にありがとな、こんなに。もちろんね、ドボンライブ出演したいってすごい思ってたんだけど、そう、こんなにね力を貸してもらえると思ってなかったから、本当に嬉しかったし、13位、ね、なんかすごいハラハラさせちゃったと思うんですけど、本当についてきてくれてありがとうございます。これからコンサートの練習とか始まったりとか、まだ全然あのリクエスト曲も決まってないんですけど、あのちょっとみんなに感謝の気持ちを伝えられるように曲線とかもちゃんと考えて、いいものを見てほしいなって思います。ありがとうございます。じゃん。それではまえさんリクエスト、まえあいさんリクエストお願いします。リクエスト曲、リクエスト曲、ずっとずっと、いいですね。いいですね。私もあのこの間の東京握手会のファミの時にあの選んだ曲だったので、ではずっとずっと歌わせていただきたいと思います。それではね、ちょっと移動したいと思います。ちょっと立ちながら歌いたい。ねえねえ、座っててもいいんだけど、なんか
さ歌いながらさ踊っちゃうタイプなの私。いいのか悪いのか分かんないけど。よいしょ。イエーイ。ちょっと頭が切れちゃうな。どうかな。これなら。あー、なんか全身は見えないよみたいなね。こんな感じで。あ、でもこう。あ、こうして。じゃあ今日こんな感じでやっていきます。いやライトをこの辺に欲しいんですよね。さあ生茶湯になって、あ、いい感じ。蜂の巣ダンス、じゃ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 ん。ラップみたいなのあるよね。早口言葉苦手やからな。ラップって私が多分思ってるだけ。あーあーあーあああ、なんかすごい響くな。あーあーあー、こんな感じ、こんな感じ。いきまーす。よよ。こんな感じやね。塊になってくっついていこう。ぶつかり合ってみんな失礼。あー、間違えちゃった。ちょっともう一回やらして。これだ、これはさすがに一緒にちょっとやらして。一回間違えるとさ、マジ。あ、いけました。記憶を消してください。なかったことに。塊になってくっついて行こう。ぶつかり合ってみんなのして踊れ。想いは一つ、願うこと同じだ。触れ合って感じればいい。僕たちの蜂の巣ダンス。難しいこと、え？本当に失礼に当たるので一回練習させて。
ねえ待って本当にごめん、ちょっと分かんなくなっちゃった。恥ずかしい、ごめんね間違えて。ちょっと待ってね。が大意味だってくっついていこう、ぶつかり合ってみんなで踊る、何が気にする、何が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 感じればいい。考えるな、もっと楽にできる、やる気ない、つけて笑って、何でもありなんだ、ありなそこにいるのは気の愛に強くいた、他では人を寄せては自分っぽいたち、呼んで大声で以上を食べるのよ。練習させてください、すいません。バラバラもケメチャチャに踊れ、街が飛ぶように。 OK、 この際考えるな、もっと楽にできたリアルゲーム、つけて笑って、何でもありなんだ、ビーター、おでこにいるのは気の練習をくれた。あ、もうなんで歌えなかったんだ、ちょっと緊張しちまってすいませんでした。え、それではいきます。披露したことないんですけど、ちょっと歌ってみて、もうめっちゃ手触れてる、わあ。ちょっといつかリベンジさせてください。わあ、ごめんね。
めっちゃ緊張した、ごめん本当に。ちょっと練習して絶対にリベンジします。ありがとう、ちょっとたくさんありがとうございます。あ、もう絶対歌えるのにごめんね。ありがとうございます。ちょっとラストにあの絶対歌うから。わあ、もう絶対叩かれる。もう一回練習します。それでは4位のリクエスト曲、リリシャン、何にしますか？さっきね、いっぱいリクエストあったけど、どうする？何がいい？リクエストの中から一曲。初日。遠距離ポスター。お、遠距離ポスターで。行きましょう。はい、それではありがとうございます。遠距離パスタ17既婚でやりましたね。確かに来たかな。お、いい感じ。ベッドの右の壁、いつでも君がいる。水着の恋人が優しく微笑む。言葉がなくたって元気をくれるんだ。心の太陽を独占中。アイドルなんて好きになると思わなかった。僕の気持ちは予想外。遠距離ポスター、近くにいるのに君は切ないほど手が届かない。遠距離恋愛しているみたいになかなか会えないけど誰よりそばにいる。あありがとう。ベッドの右の壁、リーシャンありがとうございます。
マイクで話す必要ないんだけど、実はねベッドの右の壁に私はあの篠田麻里子さんのポスターを貼っていました。そうやっぱさ飾るよなと思って麻里子様、はい、お会いしたことは一度だけあるんですけど貼ってましたっていう経験論経験論っていうかそういうやっぱするよねっていうねやつでございます。ありがとうございました。それでは第3位与田友さんお願いします。ラッキーセブンいいなって思ったんですよね私。最近歌ってなんかねフェスで一回歌ったかも。あ、そういうこと？優しいね私が私が7位だからラッキーセブンなんだ。それではラッキーセブンでどうでしょうか。ラッキーセブン、どう？もうちょっと高くし、うんうんうん、いいですね。ありがとうございます、与田友さん。目の前にそびえる悩みの壁に、そこで立ち止まったら影になるだけ。今は辛くても逃げてはいけない。背を向けるな、諦めるな、転するんだ。勇気はラッキーセブン、幸運のカード。どんな試練だって乗り越えられるんだ。勇気はラッキーセブン、君ならできる。神が味方になるラッキーセブン。ラッキーセブン。ありがとう。一回だけ披露したことあるよね。めっちゃ前に、1年とか前に。応援ソングですね。確かに応援ソングと7位を記念してということでありがとうございます。ラッキーセブン、いいですね。 あるよね、一回披露したこと多分あります。ありがとうございました。それでは第2位ザナトさん、ね、アイチョンセレクトということで、え、どうしよっかな。なん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 。
めちゃ悩む。好きな歌がありすぎてどうしよう。どうしよっか。じゃあ、オンリートゥデイかセブンティーンにしよっかな。なんか17期っぽい曲がいいかなと思って。防波堤でもいいんだけど、セブンティーン？は、セブンティーンが多めかな？じゃあセブンティーンで。あ、でもオンリーズでもめっちゃ多いな。悩むね。じゃあセブンティーンが多めなのでセブンティーンにしたいと思います。やっぱ17期に関連することがいいかなと思って、やっぱセブンティーンがいい。セブンティーン、あったー。私17期に誇りを持ってるので17大好き。意識高く。僕が生まれてそうだった、海のそばのこの町、久しぶりに帰ったらショッピングモールができてた。時はいつでも魔法の杖で道の景色を変えるけど、波の音と潮の香り、あの頃のままだよ。セブンティーン、今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ。何度めくって確かめただろう。セブンティーン、ありがとうございます。はーし、こうアルバムめくってはーし、やっぱり何度めくって、でなんかめくってるんですよね、これ振りが。
そう、アルバム。うん、細かいね、振り付けまでめちゃめちゃ可愛くて、そう、ありがとうございます。ね、でもね、いっぱいあるよ、そういう振りとか。ありがとうございます。それでは1位の萌えさん、萌え愛さん、ずっとずっと、ずっとずっと、ずっとずっと、あちゃー、見ました。ずっとずっと1位、ありがとうございます。君がきっかけだけ覚えてない、僕たちが喧嘩したわけ、二人一針で謝らずに口きかなかった。春に別れて夏が過ぎ、もう秋が限界だね。耐えられず電話をして、僕の前に君がいる。ずっとずっとそばにいたいよ、君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ、僕はやっと気づいたんだ、愛に。ずっと一緒にいような、みんな。ありがとう。ずっとずっと一緒にいような。ありがとう。これで1位まで。イケボ、イケボじゃなかったでしょ今のは。ちょっと照れ隠しのずっと一緒にいようなだった今のは。まあちょっと恥ずかしい。ありがとうございました。ここが好きだよね。タンタタン、で今は11時半くらいなんですけど、愛ちゃんセレクトで何曲か歌って今宵は終わろうと思います。足音
なんか昨日ゆきちゃんの配信で独占権、ハートの独占権を歌ったんですけど、あれはなんか初めて前座で やった曲なので歌いたいと思います。アホ面から映ってしまいました。今彼のことならどんなことだって私が一番知ってるわ。ハヤシライスと阪神が大好きでジェットコースターが嫌い。でも本当は私が誰より彼のこと理解してるの。エナミレイト無糖系のファンで熱いお風呂が苦手よ。目玉焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、ヒゲは電気シェーバー、ブリーフよりトランクス愛用。ここではっきり選んでもらおう。二人のうちどちらかを、そうよ彼の本命。私か恋は一人とするものでしょう。ハートの独占権。愛ちゃんか愛ちゃんです。さあどっち？私はっきりしてよ。愛ちゃんか愛ちゃんです。愛ちゃんか愛ちゃんなのでどっちか選んでください。こっちの愛理かこっちの愛理。ありがとう。なんかあとあるかな。昨日何言ったっけ、黒い天使とか歌いましたね昨日は。あそうだ、なんかコンサートで歌ったユニットを歌おうと思ってたんだった。おお、臭いものだらけは今あれでやってますね。市長公園でやってますけど、片思いの対角線とかな。あとなんだ、
目と目合っただけで思わず顔をそらす。静かな図書室で偶然がぎこちなくて窓から差し込んだ夕日の万華鏡を長く伸びたあなたの影が私まで近づく。友達の彼なのに愛しさが止まらない。いけないことだと分かっても今だけ独り占め。そんな片思いの対角線、もし出会いが彼女よりも先なら私たちは机挟み向かい合わせに座ったでしょう。神様運こくなしうちね。ついこの間歌ったコンサートで、臭いもの臭いものは一人で歌える、あのハモリがね、あれもすごい難しくて毎回練習してるんだけど、ハモリのシューメロでいいな。大好きこの曲、ありがとうございます。かっこいい。会場セレクトの曲？君に会うたびですね。こいつん？バリューはね、コンサートたくさんしたし。君に会う。あと何曲だろうね。こいつん、こいつんって言わないんですよね、実は。私は恋しちゃったって言って、なんかみんなが意外と恋しちゃったって言ってくれてて、なんか恋しちゃったって言ってると、あ、アイリスだってなる。あ、なんかアイリスしか言わないですからね、そんな。全然こいつんがあれなの、多分みんなよく言ってるから全然こいつんでいいんだけど、強制ではない、全然。ただなんかみんなが言ってくれててすごい嬉しいです。私の悪ふざけが。あと1曲かな、こいつ終わったら。うっ、ほらすごい MV だ。あ、え、知らなかった。 MV です。僕たちの関係を誰か知っててくれたなら、危なげな綱渡り足を踏み外さずに済んだ。噂の彼とお似合いじゃないか、気になどして
余裕見せた。ボーイは積んだ、君に積んだ、さっきの視線で分かった、大好きだった君だったのに、さよならになるのか Baby come on。 これはフルで歌うか。時間3時。この恋は鉄板で絶対壊れないと思った。思い出に感心して、今と未来見失った。ここまで来たら愛を貫けよ。迷ってる時間ないんだから。僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない。謝るだけじゃ許してくれない。どうすればいいんだろう Let me know。 誰かの背中、君に似ていて。恋は積んだ、君に積んだ、さっきの視線で分かった、大好きだった君だったのに、さよならになるのかベイベー。僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない。謝るだけじゃ許しちゃくれない。どうすればいいんだろう Let me know。 Let me know。ドゥドゥン、決め顔選手権ドゥドゥン、MV の時にめっちゃ、MV じゃない、練習プラクティス動画の時にこうやって毛が勝っちゃって大変でした。しかもさ、こう今積んだって言おうとしたら、もう僕は積んだって出てきた。積んじゃいましたね。あ、もうね、時間的にもう一曲、時間ですね。じゃあラストはこの曲で締めたいと思います。わあ、やりたいね、そこみら。久しぶりのクラス会で隣に座って、そう一番会いたかった、あの日の片思い。髪を伸ばして大人になった、君が眩しくて
卒業式終わった後、教室に残ってずっとずっと友達だよ、みんなで誓ったね。思い出の中封印した君が蘇える苦い恋をした前と同じように懐かしい脈が打っている。パチパチ。ニヤニヤしてないよ。終わりでーす。みんなに会うたび恋をするということで、はい。ちょっとね、時間が来てしまったので、ありがとう、たくさん聞いてくれて。たくさん9時半からやってたから、もう2時間もやってるんですけど、ありがとうございました。いっぱい聞いてくれて。それではランキングを読ませていただきたいと思います。ちょっとやっぱゲストがいるから、今日はそれでは13位からいきたいと思います。13位チョクさん、ありがとうございます。12位ナタンさん、ありがとうございます。11位キノさん、ありがとうございます。10位ナックさん、ありがとうございます。9位ヨダトモさん、ありがとうございます。
8位シドさん、ありがとうございます。7位あやちゃむ、ありがとうございます。6位たつひろさん、ありがとうございます。5位トッキー、ありがとうございます。4位ハッシュタグスマイル天使部、次は絶対集合ありがとうございます。3位カイトアースアイちゃん、かわいいさん、ありがとうございます。そして2位はオギちゃん、ありがとうございます。ありがとう。そして第1位はパブちゃん、ありがとうございます。もしかしてタワーがあったのかな。カイトさんかな、ありがとうございます。夜遅くまでありがとうございました。ドボンのお礼できてよかったです。遅くまでありがとうございました。ボン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 。皆さんがちょっとでも楽しんでくれてたら嬉しいです。ちょっと遅くなっちゃったんだけど、ドボンのドボンのお礼配信ありがとうございました。スクショはゲストの宇宙人さんと明るいところでしようや。似てるくない？顔。ありがとう。もう50分。ありがとうございました。夜遅くまでこの配信を見てくださってありがとうございました。それではおやすみなさい。また会いましょう。バイバーイ。